はい、皆さん今回もご視聴いただきありがとうございました。ペレットでの燃焼については、ストーブの形状、優秀なストーブでないと難しいということが今回は、勉強になりました。小さい器とかで、上から燃えるので特に空気穴がなくてもいけるかなとも思ったんですが、そういうわけではなかったみたいです。ということで、ただね、せっかくあの小さいストーブ、セリアで売ってるようなミニ焚き火台、ああいったものをですね、うまく活用できれば、本当に少ない荷物で、ペレットを使って、外でコーヒー沸かしたりもできると思うので、まあ、なんとかね、ああいったミニ焚き火台でペレットで、湯を沸かすということは今後も、挑戦をし続けていきたいなというふうには考えております。はい、ということで、もし、何か良いアイデアをお持ちの方いらっしゃれば教えていただくと助かります。今回もありがとうございました。